こんにちは、速稼塾の久保です。現在丸2年になるこの感染症騒動、いろんなタイプに変異してきて私たちの暮らしを圧迫してますけども、これ本当に自然発生したんでしょうか？それとも実験室から漏れてきたものなんでしょうか？それともはたまた何かしらの陰謀によってないものをあるというふうに私たちは思わされてるんでしょうか？果たしていかがでしょうか？まあそこにはね、壮大な陰謀が張り巡らされているわけですよ。まあこれにつきましては動画の後編でストーンさんがいろいろと話してくださってるんで、そちらの方に譲りますけども、今回ですね、なかなか下がらない石油の価格、ガソリン価格についてちょっとお話しましょう。さっき見るとね、廃屋で175円ぐらいがついていたと思うんですよ、ガソリンスタンドでね。まあ私の場合廃屋で入れてるんで175円はまあ確かに痛いんですけども、まあ今に始まったことではないんでね、もう諦めてますよね。ただ諦められないのが原油価格、つまりガソリン価格が高騰すると、全ての流通とか生産とか、つまり機械を動かすのにかなり割高になってくるってことなんですよ。私たちの暮らしはデフレの中で強制的に価格だけ上がってしまって賃金が上がらないという、そういうふうなね、状況に陥ってしまうんですよね。さあそれではなんでね、いつまで経っても原油価格が上がらないんでしょうか。日本の備蓄されていた原油を放出するんじゃなかったのかということがあります。実は日本の原油、これはね、民間と政府と合わせて240日分が備蓄されているんですよ。その中で備蓄した石油を放出しますと宣言して放出したのが、私たちは100日分か200日分かということでね、誤解してます。放出したのはたった2日分です。つまり原油の価格を下げるには至らない金額なんですよ。そしてもっともっと深いところにこの原油価格の高騰の原因があります。実は世界一の産油国はアメリカなんですよね。先物市場、原油市場を操ってるのもアメリカです。だからアメリカが価格を操作しているところはあるんですね。でも今回はアメリカの価格操作は実は行われていないんですよ。というのがね、ハリケーンの影響でアメリカの原油採掘は大きなダメージを受けて、今ほとんど生産されていないんですよ。ご存知ですか、こういうこと。ね。テレビのニュースばかり見ていたら、この情報は入ってきません。まあ私はね、アメリカのサイトを、そしてブログをよく見るんで、そんなことが起きているのかってことを、もう随分前から知っていたんですけども、原油の生産がうまくいってないんですよ。しかもこれね、しばらくは意図的にですよ。そのまま放置されるそうです。そうするとどういうことになるかわかります？つまり世界一の原油生産国のアメリカがあまり作らない、ライバルのサウジアラビアを中心とした中東、こちらの方でも増産はできるんだけども、ライバルがいないからちょっとね、原油価格競争が起きてないから今寡占状態なんで、このまま割高のままほっとこうよ、増産しないでこうよっていうふうに決まってるんですよ。つまり原油価格はアメリカというライバルがノロノロしてるところでどんどん高止まり、さらに高くなるという動きなんですよね。プラスこれね、去年ね、原油生産国のサウジアラビアは痛い目を見てるんですよ。どういうことかっていうと、原油っていうのは一回掘り出すと止まんなくなるんですよね。だから噴出する原油を精製するしかないんですよ。貯蔵するのにも限界があります。貯蔵タンクがあれもありませんからね。だから掘ったそばからどんどんね、買い付けてもらわないといけないんですよ。でも世界中でロックダウンやら移動、この制限があって飛行機も飛ばない、船も行かないということで、原油が全然掘っても掘ってもね、送るところがないんで、もう掘って精製して即廃棄みたいな状況になりかねないというところまで来ちゃったんですよね。まあですんでマイナス原油っていう現象が起きました。それは通常でしたら原油っていうのは1バレル40ドルから50ドル、60ドル、70ドルぐらいで取引されていたんですけども、その時だけはですね、マイナス20ドルで持っていってくれ、つまり20ドルつけるから1バレルあたりね、どんどん持ってってくれよって感じで、もう売買じゃないですよね、押し付けていったわけなんですよ。はい。でもどんなに安く原油が価格を落としても、それこそのしをつけてあげるからって言っても、世界中備蓄するところが限界なんですよね。備蓄に限界があるからいりませんってことになっちゃったんですよ。なぜなら世界中で原油が消費されてなかったからなんですよ。そういう苦い経験から、今回サウジアラビアと中心とする原油生産国も今ね、
石油の生成をすごく絞りに絞って、もうこの調子なら原油を絞って絞って逆に値段を上げてしまおうよという、そういうふうなね方向に向かってるんですよ。そこにアメリカも歩調を合わせて、不可抗力で原油の相場が上がっちゃったから、後からこっちが回復した時にはその相場に合わせて価格つきますよというふうなね立て付けなんですよ。つまり今ガソリン価格160円170円でピーピー言ってる場合じゃないんですよ。この価格なんとですね500円とか600円に上がってきますよ、ガソリンの価格が。そうなるとほとんどの人はもう車に乗れないというところまで来ちゃいます。これは一部には電気自動車を売るためのプロパガンダにも利用されると思います。でもですよ、電気自動車っていうのは生産が追いつかないんですよ、ね、そうなると電気自動車も600万700万から1000万1500万という価格にうなぎ登りになってきます。そうすると多くの方は原付で移動するか自転車で移動するかということになって、移動できないから失業者が溢れるっていう流れもできるわけなんですよね。そういうこと想像できますか？でも情報を正確に辿っていくとこのストーリーしか見えないんですよ。2022年、2023年、そして2025年までにこれが起きると高い確率でお話しすることができるということなんですよね。しかし世の中何が起こるか分かりません。2022年、2023年、原油価格が高騰して原油が引っ張りだこになればなったで、今度はですね代替手段を考える新しいマーケットライバルっていうのが現れるんですよ。さあそのマーケットが私たちにとって天からの救いになるのか、それともさらに私たちを苦しめる悪魔の手先になるのか、これは今の段階ではお話しできません。さあちょっとね震え上がったところもあるかもしれませんけども、すでにねガソリンの価格は200円を突破して300円400円になることはこの1年2年で覚悟した方が良さそうです。それに合わせた行動計画を私たちはしなければなりません。単純に言ってむちゃくちゃ稼げるようになっておきましょう。それが一番単純で最も最短距離です。稼げない状態でこの原油高を迎えると、もうねお米すら買えないような日々がやってくるかもしれません。コンビニに行っても今までは100円で買えたパンが350円400円500円という値段がついたらどうします？ね、震え上がりませんか？でも実際こういうことって今までも何度も起きてるんですよ。急激な物価高、インフレ、何回も何回も私たちは経験してきました、ね、ちょっと長くなりましたけども、少しだけ極端な例ですけど申し上げます。阪神淡路大震災の時にはあまり記憶がないかもしれませんが、東日本大震災の際に炭酸電池4本で6万円という値段がついてたんですよ。そしてペットボトルの水1本1万2000円がついてたんですよ。それでも買う人がいたんですよね。だからその価格でしばらくは落ち着きました。世界中で水ペットボトルがなくなっちゃった。東日本大震災が起きて多くの方が被災されましたけども、その際に多くの方が水を備蓄してなかったんですよね。家庭に備蓄していれば住んでたことなのに、それを全くしてなかった。そして災害支援に向かうボランティアの方のためにも現地で使うペットボトルの水は必要だったんで、値段が一気に高騰してしまったんですね。そこにプラスアルファ転売で儲ける、そういう人も出てきたんで、どん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 値段が上がってきました。値段が高く売れるもんですから、水の販売業者さんも増産しなかったんですよ。全く同じパターンですよね。こういうことが私たちは起きていて経験もしてるのに、結局また何の準備もせずに来年を迎えてしまうんではないかなと思うと、私はね非常に恐ろしい気がします。何が恐ろしいかっていうと、そうなることが分かってるのに何もしない多くの国民に対してですよ。明日雨が降るよって分かってるのに、なぜ傘を買いに行かないんですか？なぜ傘を買うお金を確保しないんですかってことなんですよね。濡れれば済むやというレベルで、風邪でも引かなければいいですけどね。はい、じゃあストーンさんの動画ご覧ください。画面を切り替えます、どうぞ。はい、こんにちは、週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。ということでですね、今回はですね、まあちょっとお金の勉強番外編みたいな感じになるんですけども、まあコロナが始まってですね、最初の感染者が検出されて見つかって、
昨日12月8日で、まあ2年、丸2年という形なんですよね。2年経ったにもかかわらず、そのコロナのこのウイルスの起源ですとか、あとはその日本でいうと、感染ルートなんかもまだはっきりとね、明らかにされてない状態なんですよね。なかなかその、こういう感染症なんかは、難しいとは思うんですが、さすがに2年経って分かっていないというか、分かってるとは思うんですけども、発表されてないっていうのは、なんかちょっと変だなっていうのは、まあ思うところなんですが、もう日常化してきてですね、もうマスクも、もう本当にもう標準装備みたいな感じでね、もう必ずマスクみたいな、もう習慣化されちゃってるわけなんですよね。だそんなところでですね、まあ慣れちゃってきてはいるんですが、ちょっと立ち返ってみてですね、考えてみたいと思います。で、今回このイベント201っていうのは皆さんご存知ですかね。特にこう年末のイベントがなんかあるよっていう、今日はご紹介じゃなくてですね、これはですね、イベント201っていうのは感染症のこの話題というかね、事件というかが起こる前にですね、行われたこの会議というか演習のことなんですよね。これちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、イベント201っていうのは、2019年ですね、10月18日にニューヨークで行われたですね、まあこれ動画でも言ってますけど、ハイレベルのパンデミック演習であるということなんですよね。これはですね、何を言ってるかって言いますと、世界中のですね、財務とか貿易、旅行、あと運輸とか医療ですね、このあたりの専門家が集まってですね、問題点を洗い出していくと、潰していくということらしいんですよね。で、主催しているのがですね、ジョン・ホプキンス健康安全センターっていうところがですね、世界経済フォーラムと、あとビル・ゲイツ&メリンダ財団っていうのがあるんですけど、まあ、ビル・ゲイツの財団ですよね、こちらと協力して主催しているということなんですね。で、出席者を見るとですね、マリオネットインターナショナル、これはですね、リッツ・カートンなんかをこう運営してるですね、あと様々な高級リゾートホテルとかですね、そういうのを運営してる会社ですね、この会社ですとか、あとは国連財団とか、あとまあ先ほどのビル・ゲイツ&メリンダ財団とかですね、あと中国の CDC って言って、まあ疾病予防管理センターっていうんですかね、中国のも入ってますとか、あとはですね、アメリカのですね、国家安全保障担当副補佐官、これ元って書いてありますけど、まあ、そういう方とか、あとはですね、オーストラリアの、ジェンホルトンっていう、これ銀行ですかね、銀行とか、あとはですね、ルフトハンザグループ、これはドイツの航空事業グループみたいなんですけども、こういうところですとか、あとはまあ UPS 財団ですね、これは物流ですよね。UPS っていうと、日本のこのヤマト運輸なんかとも合併しているような感じですよね。そんなところです。あとはですね、アメリカの、CDC、先ほどですね、まあ、中国でもあったように疾病予防管理センターですね。はい。あとはジョンソン&ジョンソンって、これ製薬会社ですよね。あと NBC ユニバーサルメディア、メディア関係者も来てると。あとシンガポールの通貨当局ですね。こういったですね、この財団ですとか、政府関係のですね、高官っていうね、まあ、リーダー的な人たちが集まって、こういう演習を行っているということなんですね。その他、実際、医療関係とかね、具体的現場の人とかも、後で出てくるんですけど、まあ、それは今回のビデオに入ってないですけども、そういう演習を具体的にやってるということなんですよね。で、この動画でですね、女性の司会者がですね、この方は、ジョン・ホプキンス健康保険保障センターの副所長なんですけども、この方が、まあ、このイベント201のシナリオは、ま、架空のものですと言ってるんですが、このですね、1ヶ月半から2ヶ月後に実際に中国の武漢というところでですね、まあ、発生してるんですよね。同じようなことが起きてるということなんですね。で、この同じようなことっていうのは、このビデオのですね、一番最後の方の14分20秒ぐらいのところから始まる、まあ、架空のシナリオの、まあ、ニュースみたいな感じでですね、動画がありますんで、それをもとに、ま、この、演習が始まってるってことなんですが、それの動画を見ていただくと、まさにそうだなと。ただ発生場所がですね、このビデオでは、南米ってありましたかね。南米から発生した、南米の農家の豚からですね、ウイルスが発生したっていうことになってるんですが、まあ実際には中国の武漢でコウモリからっていうことなんですね。だからそれ以外はほとんど似通ってるものですね。だからこういうことが本当に起きるのかなっていうことですね。まあわずか2ヶ月前に、こういう、
演習をしてその通りにもことが運ぶというね、ちょっと驚きなことがあるんですね。あるというか、まあ、実際にあるんです。でこれはですね、まあちょっとビル・ゲイツが怪しいとかいろいろそういう意見があったりするんですけれども、というよりもですね、ビル・ゲイツもその隠してるわけじゃなくて、もう動画でも出てるんですね。でこういう会議を、こういう演習、実践演習、実践とか、あのこういうね、実践を踏まえた演習をしてるよってことも言ってるんですよね。なんですが日本ではなぜかこう報道もされてませんし、で YouTube もですね、この、翻訳をされてるのが少ないんですね。非常に今回翻訳をされてるものがたまたまあったんで、ちょっとね見てるんですけれども、まあ解説する人もいないし、まあ報道なんかされてないと思うんですね。していたのかもしれないですけど、僕はちょっと見てないんですよね。はい、こういうことがあるということですね。ここからはですね、ちょっと僕の感想というか意見になってくるんですけども、こういうですね、今現状を見てですね、まあほとんど変わってないんですよね。収束しそうになったと思ったらまた新しいのが出てきたりですね、まあこれは長く続くなっていう雰囲気ではあるんですけども、こういうですね、事前に行われているこういう演習があったってことを、事実を知るとですね、まあここでシミュレーションされたことがそのまま行われているというか、世界的にこれは実際の実演というかですね、実験というか、まあ、世界実際にこうね、感染を起こしてどういう影響があるかってい う, こうデータを取っているようにも思えたりするんですよね。これはちょっと僕の深読みすぎるとは思うんですけども、まあそんな感じもちょっとするかなと思います。で今回はですね、僕がこれについてすごく詳しいとかそういうことではなくて、こういう事実がまあ世界では ありましたよってことですね。で日本人はこういうことはあまり知らされてないということで、こういうことがあったってことを知るだけでもですね、現在のこの状況をですね、いろんな角度から見れるのかなと思いまして、今回ですねちょっとご紹介してみたところなんですが、これはですね本当に戦争を思い浮かべるようなですね、戦略と、あとはもうこの練り上げられたこの実践というかね、そういうことで今検証されてるんじゃないかなと思うんですが、今はまだ日本は、そんなに打撃というかですね、これにまあ経済的にすごく打撃受けてるんですけど、もう本当に二人に一人が死んでいくっていうような感じではないんですが、まあわかんないですよね。ちょっといろんなことがあって、実際の戦争とは違うんですけども、こういうことで攻め込まれる可能性も非常にあるのかなというふうに思ってしまうのは私だけでしょうか。はい。まあこれはね、陰謀と思うか思わないかっていうのは、もう本当にあなた次第なんですけども、なんですが、実際事実、世界はこういうふうに動いているということですね。誰かがそういうふうにやってる可能性があるっていうことですね。まあこれはですね、環境問題とか、あとまあリサイクルの問題なんかも深く考えたことはあまりない人が多いんじゃないかなと思うんですが、どうしてそういうふうな行動をさせられているのかっていうことをいろいろ考えていくとですね、まあ見えてくるところもあるのかなと思います。ちょっとね、オブラートに含んだような形で よくわかりにくいお話になってきましたが、事実こういうことが起きているってことを踏まえてですね、今後日常生活を送っていただくといろいろこう考えるところが増えてきて面白いかなと思いまして、動画を作ってみました。ということで今回は以上です。さよなら。